この度内閣府特命担当大臣を拝命いたしました坂本哲氏でございます。私の担当は少子化対策、地方創生でございます。合わせて内閣の担当大臣として一億総活躍、町人仕事創生担当も務めます。まず一億総活躍についてですが、我が国の経済成長の愛路の根本にある少子高齢化という構造的な問題に真正面から向き合い、誰もが生きがいを持ってその能力を存分に発揮できる一億総活躍社会の実現を目指してまいります。次に少子化対策についてですが、深刻さを増す少子化の問題は社会経済に多大な影響を及ぼすものであり、何としても乗り越えていかなくてはならない待ったなしの課題であります。引き続き幼児期の教育、保育、子育て支援の充実に取り組んでまいります。また一人一人が結婚や出産、子育ての希望を実現できるよう先般策定いたしました新たな少子化社会対策大綱に基づく施策を速やかに具体化し、ライフステージに応じた総合的な少子化対策に取り組んでまいります。子どもの貧困対策につきましては、すべての子どもたちが家庭の経済事情にかかわらず夢に向かって頑張ることができるよう、子どもの貧困対策大綱に基づき総合的に取り組みを進めてまいります。